このキノコなんだかわかりますか？これ、これ実はね、天然のエノキダケなんですよ。これ、これが天然のエノキダケになります。綺麗でしょ？全然違うでしょ？もうキノコでね、こんなにね、栽培したものと天然がね、違うっていうのはないんですよ。僕もね、去年からようやく取れるようになったんですけれども、今日はね、このエノキダケすごく美味しいのでね、皆さんもね、取れるようにね、僕の知ってることをね、お伝えしたいと思います。これ、これみんなエノキの幼菌なんですよ。これからね、出て大きくなってきますから、上にね、大きいキノコあるでしょう。これ、これね、ヌメリスギタケモドキっていうね、キノコなんですよ。食べれるキノコですよ。これね、さっき言ったヌメリスギタケモドキっていうキノコです。もうすごい大きくなって老菌になっちゃいましたけどね、こういうキノコですね。これも幼菌ですね。まだちょっとこの辺は早いですね。エノキダケはね、こういう柳の木に生えるんで、水辺のそばってね、柳の木があれば回った方がいいんですよ。あ、あの木についてるの、そうですね、あ、ありますね。ちょっと行きますか。これ違いますね。これはヌメリスギタケモドキ。川沿いはね、滑るんでね、ゆっくり降りた方がいいですよ。これすごくないですか？この奥にもあるでしょ。これ見てください。これ綺麗でしょ。これ取れないな。こっち先に取りますか。見てください、これ、こっちにもたくさんあるでしょ。先にこっち取ろうかな。さあ、どう取ろうかな。すごく大きいエノキ見つけました。
えのきってね結構大きくなるんですよ。これこれすごくないですか。このね大きいのも肉厚でね美味しいんですよ。これよーく見てくださいね。軸がね少しこう下に行くにつれてね黒くなってるんです。これがえのきです。あ、ここに老菌だけどありますけどね。でもこれもこれも結構老菌ですね。これやめときますか。どっかに幼菌見たな。あ、ありました。これ今出てくるエノキたちですね。これね、さっきのと比べましょうか。よいしょ。これ老菌になるとこやーってね傘が茶色くなりますから、これもエノキです。こうやってね無理にやっちゃうとこう崩れちゃうんですよね。これすごくないですか。ちょっと老菌かな。これこれ出てきたばっかりのね綺麗なやつもありますよ。これえのきだけはねぬめり食感味どれをとってもバランスのいいキノコなんで、キノコ好きな人はね絶対に覚えた方がいいです。そしてねすごく美味しいです。市販のえのきと同じものかと思うとねびっくりしますよ。でこれ見るとわかるんですけど、えのきだけちょっとぬめりあるんですよ。そして落葉キノコってちょっとこう独特のねドロッとしたこうぬめりなんですね。でえのきだけはちょっとこうつるっとしてるんですよ。なので落葉キノコ苦手だって方は絶対美味しく食べれます。これこっちも老菌だけどありますよ。いや今日はね山の上の方行ってたんですけれども、
ちょっとね上の方出てなかったんで、もう本当にこう民家の近く、すぐそばに家あるんですけどね、川のそば回ってみてよかったですよ。皆さんのところのね、川のそばに柳の木があれば回ってみてください。近くでね、あまり山に入らなくてもキノコ取れますから。はい、ありがとうございました。